多様化戦略っていうのが一般的にはこうリスク分散の戦略として言われていて、はい、まあ、いろんな仕事をしていればなんかダメになっても他は生き延びていくわけだから安心っていうことなんですが、まあ、人助けみたいなものとすごくリンクしてるんですよ、はいはいはい、自分の体は1個しかないので、うん、たくさんの仕事をしようとすると、まあ、誰かに仕事をさせるしかないですよね、はいはいはい、誰かに仕事を渡した人はその後その仕事を辞めて別の仕事になるかもしれないけど、とりあえず生き抜くチャンスをもらったと。生き抜くチャンスをもらった人はどっかに波乗りしたいと思ったら、その自分がかけてきたものすごい多様な人たちの誰かは自分の今の気分にフィットした仕事をしてるかもしれないと。でその人にこうポンと波乗りすればまた生きていけるし、その場の仕事の安定みたいな形じゃなくて、いろんな人生があり得る人生みたいなものを作っていく営みなんだなっていうふうに理解しています。あ、はい、よくわかります。